皆さんお元気でしょうか。ホライズンコミュニティチャペルの塩島です。今日もこのリビングライフの時間が参りました。今日のタイトルは散らされたクリスチャン、神の国を広げる。2018年6月21日今日の聖書箇所は使徒の働きの8章の2節から13節になります。使徒の働き8章2節から13節敬虔な人たちはステパノを葬り、彼のために非常に悲しんだ。サウロは教会を荒らし、家々に入って男も女も引きずり出し、次々に牢に入れた。他方散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いた。ピリポはサマリアの町に下っていき、人々にキリストを述べ伝えた。群衆はピリポの話を聞き、その行っていた印を見て、皆そろって彼の語ることに耳を傾けた。汚れた霊に疲れた多くの人たちからは、その霊が大声で叫んで出ていくし、多くの中部の者や足のなえた者は治ったからである。それでその町に大きな喜びが起こった。ところがこの町にシモンという人がいた。彼は以前からこの町で魔術を行って、サマリアの人々を驚かし、自分は偉大なものだと話していた。小さなものから大きなものに至るまで、あらゆる人々が彼に関心を抱き、この人こそ大能と呼ばれる神の力だと言っていた。人々が彼に関心を抱いたのは、長い間その魔術に驚かされていたからである。しかしピリポが神の国とイエス・キリストの御名について述べるのを信じた彼らは、男も女もバプテスマを受けた。シモン自身も信じてバプテスマを受け、いつもピリポについていた。そして印と素晴らしい奇跡が行われるのを見て驚いていた。私たちはこの使徒の働きの7章から初代教会の最初の殉教者ステパノがメッセージした御言葉から学んでまいりました。ステパノはイスラエルの歴史において、主が彼らのために使わされた預言者を、彼らがどんなに迫害してきたかということをメッセージしていました。使徒の働きの2章においてペテロのメッセージを聞いた多くのユダヤ人は、そのメッセージに心刺されて、悔い改めてその罪から救ってくださるイエス・キリストを救い主であると信じました。しかしステパノのメッセージを聞いたユダヤ人たちは、悔い改めるどころか、ステパノに対する怒りに満ちて彼を石で打ち殺してしまいました。このステパノのメッセージによってキリストを救い主として信じた人は、なんと一人もいなかったんですね。またこのステパノの殉教が引き金にあって、エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こりました。使徒の働きの8章の2節から3節敬虔な人たちはステパノを葬り、彼のために非常に悲しんだ。サウロは教会を荒らし、家々に入って男も女も引きずり出し、次々に牢に入れた。このエルサレム教会に対する激しい迫害者の一人が、このステパノを殺すことに賛成していた青年サウロでした。サウロは教会を荒らし、家々に入ってこのように男も女も関係なく引きずり出して、次々に牢屋に入れていたのです。この激しい迫害によってエルサレム教会に集められた人たちは一体どうしたんでしょうか。使徒の働きの8章の4節5節他方散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いた。ピリポはサマリアの町に下っていき、人々にキリストを述べ伝えた。
この迫害によってエルサレム教会に集められた人々は御言葉を述べ伝えながら巡りました。また使徒の働きの6章において教会の内部に起きた問題に対処するために人たちがこの問題の解決のために選んだ7人の一人であったピリポはこのようにサマリアの町に下っていき人々にキリストを述べ伝えていました。このステパノの殉教が引き金になって起こったエルサレムの教会に対する激しい迫害は何をもたらしているでしょうか。必ず物事には良い面と悪い面がありますが、もし私たちがこの出来事を人間的な視点、自分という視点から見てしまうなら、ほとんど悪い点しか見えてこないという可能性があります。しかし御言葉によって、つまり神の視点からこの出来事を見るならば、主がこの迫害を通して何をしようとしているのかが分かるのです。使徒の働きの1章の8節にこのように書かれていましたね。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。つまりこのエルサレムに対する迫害は、復活されたキリストが弟子たちに言われた御言葉、つまり御心が実現するために主が許されたことだったのです。なぜなら主が天に上げられて弟子たちに注がれた聖霊による力はエルサレムだけではなく復活のキリストの証人となるためだけに与えられたのではなく、エルサレムをこの視点としてユダヤとサマリアの全土、そして地の果てにまで復活のキリストの証人となるためです。またエルサレム教会においては生徒たちの配給のための奉仕にあたることになったピリポはこの迫害によって主から与えられていた御霊の賜物を使うことによりサマリアの町の人々にキリストを述べ伝えることができたのです。実はこの原則は私も体験したことなんです。私は以前公立中学校の教師でした。そして教会では牧師不在の時にメッセージをしたり、あるいは洗礼を受けたばかりの人に御言葉を教える奉仕などをしていたんです。しかしある時主がはっきりと私にさせたい奉仕がそれではないことを語られました。しかし私は生涯教師の仕事をしようと考えていましたので、この主の導きに対してはとても戸惑いました。このようにピリポはこの迫害によって主が彼に就かせたい任務に就くことができたのです。使徒の働きの8章の6節から8節、群衆はピリポの話を聞き、その行っていた印を見て皆そろって彼の語ることに耳を傾けた。汚れた霊に疲れた多くの人たちはその霊が大声で叫んで出ていくし、多くの中部の者や足のなえた者は治ったからである。それでその町に大きな喜びが起こった。このようにしてピリポがサマリアの町に下ってキリストを述べ伝えました。するとサマリアにいた群衆はそのピリポが行っていた印を見て、ピリポが述べ伝えているキリストの福音に耳を傾けたのです。またピリポが主から与えられていた御霊の賜物によってこのような印、キリストが復活されているということが分かるための印として、汚れた霊が追い出され、また多くの病が癒され、この町にキリストによる大きな喜びがもたらされたのです。まさにこのサマリアにリバイバルが起こったのです。このように主はご自身を信じる私たちに与えている御霊の賜物を通して人々がキリストの福音を聞くために、私たち一人一人にしかできない役割を必ず与えておられるのです。今日もこのように私たちを用いてまた導いてくださっている主を見上げてまいりましょう。
私たちはこの使徒の働きの8章から初代教会においてステパノの最初の殉教が引き金になって起こった、エルサレム教会に起こった迫害により復活された主がエルサレムにおいてだけではなく、御言葉通りにユダヤ、そしてこのサマリアにおいても復活された主の証人とされたことを学んでいます。使徒の働きの8章の9節から13節。ところがこの町にシモンという人がいた。彼は以前からこの町で魔術を行ってサマリアの人々を驚かし、自分は偉大なものだと話していた。小さいものから大きなものに至るまであらゆる人々が彼に関心を抱き、この人々こそ大能と呼ばれる神の力だと言っていた。人々が彼に関心を抱いたのは長い間その魔術に驚かされていたからである。しかしピリポが神の国とイエス・キリストの皆について述べ伝えるのを信じた彼らは、男も女もバプテスマを受けた。シモン自身も信じてバプテスマを受け、いつもピリポについていた。そして印と素晴らしい奇跡が行われるのを見て驚いていた。このようにして神の国がこのエルサレムに対する迫害によって縮小されるのではなく、むしろ拡大していったのです。このサマリアの町にはシモンという人がいて、その人が行っていた魔術にこの町のあらゆる人々がこのシモンに関心を抱いていました。しかしこのピリポが行っていた印を見た人々は、ピリポが語っている神の国とイエス・キリストの皆について聞くと、男も女も信じてバプテスマを受けました。するとこのシモンも信じてバプテスマを受けたのです。このように主はこの日本においても神の国を拡大するために私たち一人一人を用いようと導いておられます。主の祝福をお祈りいたします。私たち一人一人にご計画を持って、また私たちを通してこの神の国を拡大するように私たち一人一人を導いてくださっていることを感謝いたします。主イエスキリストの全能の神の御子の御名によってお一人お一人を祝福してお祈りいたします。アーメン。